はい、くらちゃんチャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、なんとアマングガス、はい、アマングガスアマングガスに挑戦ということで、今回はプレイするというよりは今後クジラさんにアマンガスができるようになっていただこうっていう企画になります。はい、でそれでアマンガスの講師として今回お招きしたのがこちらになります。ひーくんこと日向ゆきです。よろしくお願いいたします。よろしく、ひーくん。では今回はひーくんにアマンガスのティーチャーをやっていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、そして今回2回目体制なので、はい、こちらで全員の方もそうです。はい、今日はね、いろんな人に助けてもらいながらやりたいと思います。ゲストを紹介したいと思います。はい、ご存知勝也くん、よろしくお願いします。そして大声優橘優子、今めちゃくちゃ、どうぞ。そして上田康介、よろしくお願いします。そしてディレクターの兼任、よろしくね、今日もね、よろしくお願いします。はい、こんな感じでゆるい感じで配信してきましたね。今回ヒー君以外のメンバーで6人部屋を作っていただきました。はい、これもうインポスターどうなったか宣言をしていただいて、あ、今クジラさんがインポスターです。はい、あ、私が犯人か。そうなんです。殺すじゃない。私がとりあえず犯人という、そうですね、ことですね。とりあえずあれですね。でもアマンガス自体が初めてっていう方もいらっしゃる。はい、そうですね。じゃあまず全体的なゲームの流れから、うん、まずアマンガスというゲームは、うん、皆さんスケルドっていう宇宙船に乗ってるんですけども、スケルド、うん、そうです。この船がちょっと今故障しちゃっております。なので目的地に今着けないっていう状態でみんな困ってるんですね。なのでみんなで船の修理をして、うん、ちゃんと目的地の星に向かいましょうっていうような目的があるんですけれども、ただこの中に一人裏切り者がいる。裏切り奴がいるんだよ。悪い顔してる人もいるけど。インポスターではないクルーの皆さんは船を修理するっていうのが目的になります。逆にインポスターの方はクルーを片っ端から皆殺しにしていく。はい、恐ろしいわ。ただそのインポスターの方もただ殺していくだけだと、いや、お前インポスターじゃんってすぐに言われるんで、修理してるふりとかしながら殺していくみたいな感じなんですね。X ボタン、あ、これね、これ。あ、殺された。殺されたとこういうことに。やべえ、殺しちゃった。いや、いいですね。うん、悪意のない殺意でしたね。一瞬殺しちゃったの。また次の人を殺せるように。殺せるんだ。優子殺してやる。殺したい人に近づいて、また X を押せば。でもこれバレちゃうでしょ。普通にやったらこれバレちゃう。みんなあいつが犯人だ。私が犯人だ。R ボタンを、はい、R ボタンを押すとこの通気口の中に入れるの。えいっ、おー、押しながら、あ、そう、あー、出てくるときはまた R ボタンを押す。あ、なるほど。はい、それでこういう風にこういう風に、そうなんです。死体発見された。死亡。心の面でのみ本来は会話ができる。そうですね。あー、会話ね。はい、ちょっとインポスター誰よいう話を今から始めるみたいな感じ、ね。なるほどなるほど。じゃあ勝也にしよう。はい。で、まあ、話し合いで勝也さんが怪しいんじゃないかと。怪しいんじゃないの？えい。で、一番投票数が高かった人。あー、はい、私だ。さんがもうクジラさんに入れたので、こうやってクジラさんが追放される。あー、さようなら。おかしい。クジラが通用された。ああ、敗北。今回で言えば、インポスターを宇宙船の外にポイって追い出せば、クルーが勝ちってことですね。面白いね。ちょっと面白いね。でもこれ、聞きながらやんないとあれだな。やっぱりなんか。それは最初ですから。それそうだね。で、クルーにシーって言われたタイミングで、本来であれば、頑張ります。そこから会話が禁止になりました。クジラさんのクルーの、ムーブを説明お願いします。はい、はい、クジラさんはこの船の修理をするためにこのタスクっていうのをこなしていく。はい、また ZL を押していたポジティブなビールを来た。見た。あー、幽霊になっちゃった。この野郎、この馬鹿野郎。
あ、いや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 、シーダ、シーダ。今でも見た人がいたよね。俺、それ現場で見てる。じゃあ、幽霊になってもタスク実はできるので、タスクはやっちゃいます。タスクはやっちゃおうか。ああ、よし、ハケさんが。あ、もう3回も死んでる。すごい死んでるし。クジラが怪しくないでしょ。クジラは死んでんだから。おかしい。これは。つうか、かわいい。これがかわいいよね。ゆこは通報された。これ、ちょっとかわいいと思わない。まあ、しょう。あまりにも堂々と殺しちゃうと、こうやってもうあっさり通報されちゃうというか、うん、なるほど。で、この黄色いやつで、そうです。あー、あ、こうか、こうか、あっさり、そうです。あー、なるほど。これもやろ。はい、あと1個。あ、これだ、それです。あ、あ、操作がね、なかなか慣れるまでは難しいんですよ。これをつなげればいいの？つなげればいいです、ケーブルのやつは。同じ色のやつを。あ、これでも大変だね。黄色がついてるみたいな。ちょっとしていいのかな。あ、あ、あと1個。やかましい。しかも、もう1個あったので。あ、あ、あ、イエーイ。みんなやられたか。そうですね、インポスターとクルーの数が同数になったので、インポスターの勝ち。上手。じゃあ、そんなわけで、面白い。あ、これ面白いの、なんで分かってきた。よかった。今度、みんなでやろうね。これは通信でできるということなんで、やりたいと思います。それでは、クジラちゃん、チャンネルでした。皆さん、ありがとうございました。みんな、ありがとうです。ちょっとカメラにもね。はい。はい。その話、もう、みんなに殺されました。でもこれバレちゃうでしょ。普通にやったらこれバレちゃう。みんなあいつが入ってた。確かに。